校区隅から隅まで。この番組では三田市内にある20の小学校にお伺いし、児童の皆さんに学校や校区の紹介をしてもらいます。今日は愛小学校です。まずは愛小学校の校歌からお送りしましょう。歌は3年生の皆さんです。隅から隅までは愛小学校です。愛小学校3年生の皆さんに愛小学校のことや3年生の学習などについてお話を聞いています。今日は愛小学校3年生の皆さんにお話を聞いていきます。ではまずお名前教えてください。坂井空です。中田蓮です。有田真嗣です。中澤久志です。はい、ではまずこの4人の皆さんに愛小学校のいいところを教えてもらいたいと思います。では坂井さんからお願いします。はい、愛小学校は99人の力で愛小学校を過ごしています。はい、中田さんお願いします。みんなが勉強してるのがいいところです。はい、有田さんどうですか。はい、明るくて元気ないいところです。あ、いいところです。はい、では中澤さん教えてください。遊具がいっぱいあるのがいいと思います。はい、何の遊具が好きですか。滑り台。はい、ありがとうございます。はい、では続いてはどんなお勉強をされたのか聞いていきたいと思います。まずお名前教えてください。今西太一です。はい、今西さんどんなお勉強してるんですか。今算数では隠れた数はいくつ、社会では私たちの街の様子をしています。そうなんですね。では続いてお話を聞きましょう。お名前教えてください。福井ほのかです。はい、福井さんどんなお勉強してるんですか。国語では夕杉村の小さな旅館という話を勉強しています。はい、では続いてお名前教えてください。前田真奈です。はい、前田さんどんなお勉強してるんですか。総合でははてなをみんなで出して解く勉強しています。はてなをみんなで出す勉強してるんですね。どんなはてながありましたか。国蔵さんはなぜ高いとかいろんなはてなが出ました。はい、では続いてお名前教えてください。丸本花美です。はい、では丸本さんにも勉強のこと聞きたいと思います。教えてください。総合ではなぜ愛小校区は水の生き物が多いかを調べています。そうなんですね。では続いてお名前教えてください。長谷川春です。火曜日にあった
プールではスペシャルゲストが来てくれて、それで25メートルの子と10秒潜れる子と5秒潜れる子で分かれました。僕は25メートルでした。また来てくれると言っていました。はい、どんな人が来てくれたんですか？プールのコーチです。はい、じゃあ次も頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では続いては愛称校区のいいところを聞きたいと思います。まずお名前を教えてください。いちひまわりです。はい、いちさん、ではどんなところがいいところですか？はい、愛称校区のいいところは元気に挨拶をしているところです。そうなんですね。いつも元気に挨拶できてますか？はい。はい、ありがとうございます。では続いてお名前を教えてください。長浜りとです。はい、長浜さんは愛称校区どんなところがいいところだと思いますか？はい、みんな、みんな仲良く暮らしているところです。はい、ありがとうございます。お名前を教えてください。松原音葉です。はい、では松原さん、校区のいいところを教えてください。はい、自然がいっぱいあって、他のところでは減っているタガメやゲンゴロウがいっぱいいるところです。はい、ありがとうございます。はい、では続いての質問をしたいと思います。まずお名前を教えてください。小石川道司です。はい、小石川さん、総合的な学習の時間で国蔵山に登ったと聞いてるんですけれども、どうして登ることになったんですか？国蔵山に登ったわけは、なぜ高いのか調べるために行きました。まだあります。国蔵山にどんな生き物がいるか見つけるためです。そしてみんなで協力し合うためです。あと2つあります。総合でヒントを見つけるためです。もう1つは総合の勉強を進めたいからです。ありがとうございます。はい、では実際に国蔵山に登ってみて感想を聞きたいと思います。お名前を教えてください。はい、川北清志郎です。はい、川北さん、いかがでしたか？登ったら岩がゴツゴツしてて国蔵になりました。そうですか、無事に登れましたか？はい。はい、ありがとうございます。はい、お名前を教えてください。中林久太です。はい、中林さんは国蔵山に登ってみてどうでしたか？登ってみたらすごく疲れて、家に帰るとすごく寝そうでしたそうなんですね、時間がかかったのかな、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。お名前を教えてください。加藤ゆめ子です。はい、加藤さんはどうでしたか？山に登ったら疲れたけど、山を降りたら落ちそうで怖かったけど、頂上に着いたらとても高かったです。そうですか、頂上からはいろんな景色見えました？はい。はい、よかったですね。では国蔵山に登ってどんなことが分かったのか聞きたいと思います。お名前を教えてください。はい、大西重虎です。はい、大西さん、何が分かりましたか？はい、なぜ高かったかは分からなかったけど、春くんが言ったように、昔雨がめちゃくちゃ降ってて、それでできたかもしれないが、合ってるかもしれないと。はい、ありがとうございます。ではお名前を教えてください。坂田夏希です。はい、坂田さん、どんなことが分かりましたか？頂上に登ってみたら、車とか電車とかいろいろなものが遅く感じました。そうなんですね、分かりました、ありがとうございます。今日の校区隅から隅までは愛称学校でした。愛称学校3年生の皆さんに、愛称学校のことや3年生の学習などについてお話を聞きました。また3年生の皆さんによる校歌もお送りしました。校区隅から隅まで、この番組は毎月第1、第3、第5土曜日の10時45分頃から放送しています。再放送は翌日曜日の夜7時からと、月曜日のお昼12時45分頃から行っています。次回の放送は7月7日土曜日、本庄小学校の登場です。次回もどうぞお楽しみに。